なゴールで開幕戦を勝利で飾ったコンサドーレ。あさってはいよいよホーム開幕戦。2人の副キャプテンに意気込みを聞きます。改めてご紹介いたします。コンサドーレ札幌の内村義弘選手と岡本康明選手です。よろしくお願いいたします。さっきの方だね。お越しくださいました。こちら、ここからはコンサドーレ取材を取材しているサッカー担当の田中アナウンサーとともにお伝えしていきます。はい、ではまずお二人のプロフィールを簡単にご紹介いたします。はい、内村選手は大分県出身の28歳、コンサドーレに加入して4シーズン目のフォワードです。一昨年は12得点を挙げて J1 昇格に大きく貢献しました。そして岡本選手は熊本県出身の24歳、高校卒業後に加入してからコンサドーレ一筋。見ている人をワクワクさせるような柔らかくもこう切れ味鋭いドリブルが魅力のミッドフィルダーです。ではまず内村さんから伺いますけども、開幕戦の決勝ゴールは見事でした。もう試合終了まで後半のロスタイムでしたよね。まあ、かなり疲れたと思うんですけど、よく決まりました。そうですね、でも結構我慢して試合できてたから、最後なんかチャンスあるなと思ってて、すごいいいボール来て、最後にこう来るなっていう、なんかチャンスがもう1チャンス来るんじゃないかっていう感じはあったんですか。そうですね、それはなんかありそうで狙ってたら、なんか須田さんがいいボール出してくれました。はい、そして岡本さんは開幕戦は残念ながら途中からのね後半出場だったんですけれども、まあ、悔しさはあったかと思うんですが、あのゴールが決まった瞬間、勝った瞬間っていうのはいかがでしたか。そうですね、本当にまあ、途中から出る役割っていうのはやっぱり試合の流れを変えることだったり、本当に最後にチームを勝ちに導くことだと思うので、まあそれが直接僕のゴールではなかったんですけど、まあ 1-0 で勝てたっていうのがまあ嬉しかったですね。ゴール決まった瞬間、実はあのゴールの瞬間は内村選手の後ろに岡本さんも走り込んでいたので、自分で欲しかったっていうのはねちょっとあるかもしれませんけれどもね。そうですよね、そうですね、自分もね、そう、まあ、決めようと思う気もするね。そうですね、はい、あ、まあ、その内村さん、その内村さんのゴールで大事な初戦、まあ、強敵のジェフ千葉に勝ったわけですけども、どうでしょう、チームの雰囲気っていうのもいいんじゃないですか。そうですね、やっぱり、うん、勝って帰ってくれたから結構いい雰囲気でやれてるし、うん、ちょっと自信持ってやれるのがいい方向に行けばいいなと思います。そして、まあ、今年のチームの特徴なんですけれども、若手選手がまあさらに加わってですね、平均年齢が31にいる選手で 22.7 歳とか、まあ、J リーグの中でもかなり若いと思うんですが、その若さですとか勢いっていうのもこうチームの中に出てるんじゃないでしょうか。岡本さん、いかがですか。いや、本当に若い選手が多いっていうので、まあ、チームに今ものすごく勢いあるんで、まあ、これが続くように次の試合もしっかり勝ちたいなって気持ちですね。若いチームでも勢いも出てきてるという感じで、なんかでも若いからこそ、ね、エネルギーも溢れていて、なんかいい雰囲気にそれがつながってるような感じもしますけどね。そうですね、うん、本当に、まあ、この雰囲気が1年として続くように。あ、そうですね、はい、さあ、そして注目のホーム開幕戦がいよいよあさってですが、試合を前にしてサポーターがですね期待を表すこんなシーンがありましたので、こちらは先週の札幌ドームですね。ピッチで雪かきをしています。集まったおよそ300人のサポーターの皆さん、去年の悔しさを晴らしてほしいと懸命に汗を流しながら雪かきをしていました。どうでしょう岡本さん、このサポーターの期待の中で迎える開幕戦ですけども、ホームの開幕戦、岡本さんご自身はどんな気持ちで臨もうと。本当に今の映像とか見させてもらってもそうですけど、まあ、僕たちがこの試合できるっていうのは本当たくさんの方の支えがあるっていうのは、まあ、僕たち選手にもすごく伝わってるんで、まあ、それを恩返しするっていうのはやっぱり試合で勝つことだと思うんで、まあ、本当にそこだけにこだわってやりたいなと思います。そして、ホーム開幕戦の相手が栃木 SC ということで、あの元日本代表のサントス・アレサンドロ選手などもう大幅に戦力を補強したチームなんですが、内村さん、勝利のポイントはどこになりそうですか。
まあ、みんなでやっぱり粘り強く守って、まあ、決めるとこしっかり決めれば勝てると思うんで、やっぱでも栃木には負けたくないですね。去年まで在籍していた近藤選手という仲の良い選手もいるので、負けたくないというのが必要だと思います。そうするとやっぱりあの内村さんの、ね、2試合連続のゴールっていうのが期待できそうですね。そうですね、取りたいですね。狙っていきます。狙っていきますか。そうですか。まあ、今シーズンですね、まあ、去年は J1 で戦い、今シーズンは J2 での戦いとなるんですけれども、どうでしょう、お二人それぞれどんなこのシーズンにしていきたいという目標としてはどんなことを持ってますか。岡本さん。僕は本当去年1年通して、まあ、使ってもらってた中で本当に、結果が出せなくて、本当にもう申し訳ない気持ちと自分に不甲斐ない気持ちがすごくあるんで、まあ、それを払拭するためにもう今年1年本当に活躍して、皆さんともう一度あの舞台に立ちたいなと思ってます。内村さんどうでしょう。怪我せず1年やることが一番と思ってて、まあ、1年通して90分やりたいし、その中でしっかり点取って結果残したいですね。うん、そうですよね、はい、確かに。その注目のホーム開幕戦ですけれども、あさっての午後4時から札幌ドームですね。 NHK ではこの試合の模様をラジオ FM で中継します。会場ではあの先日ご紹介しました3月10日にちなんでの佐藤さん応援も決まりますので ね、小田部さん、まあ、試合お伝えするんですけども、はい、どんなところがこの試合のポイントに注目に。そうですね、まあ、やはりあの内村さんのゴール、それをぜひ岡本さんのアシストで決めていただきたい。いいですね、この2人の、はい、また力が若さの。いやでも本当に今日はお忙しい中、内村さん岡本さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ホーム開幕戦期待してますのでぜひゴールを決めてください。ありがとうございました。ありがとうございました。コンサドーレ札幌の内村選手、岡本選手お二人にお話を伺いました。ありがとうございました。